収納はたくさん、またとりあえず作っておいたらいいというわけではありません。家の中にあるさまざまな収納スペース、こんなことで困っていませんか？詰め込みすぎ、出しづらい、探せない。それは使いづらい空間ということ。なぜなら収納スペースがしまいたいものに合っていないスペースだからです。この問題を解決する秘密は高さにありました。私気づいちゃったんです。350の法則。私たちの身の回りにあるほとんどの生活用品が高さ 350mm スパンで収まること、ご存知でしたか？だから棚の高さが 350mm スパンなら取り出しやすく片付けやすい。この350の法則に基づいて開発された収納システムがビータスパネルです。納得。例えばクローゼット、ご覧のように350mm の棚を2スパン使ってボトムス、3スパンでトップス、4スパンあればコートやワンピースまで、迷うことなく洋服たちの指定席が決定。さらにビータスパネルは一つの収納スペースが4つのタイプにご自身で変えられます。ライフステージが変われば持ち物も変わる。ビータスパネルならどんな変化にも無理なくスムーズに対応できるのです。変わる。ポイントはレール。350ピッチのレールに、えい、あなたのライフスタイルに合わせて棚板やパイプを自由に配置。さあ収納しましょう。深い奥行きは前と後ろで別のものを収納。レールにはフックまたはサイドバーでネクタイやベルトを収納。棚板を L 字使いにすることでどこに何があるか一目でわかるから、目も手も届いて管理がしやすいスペースに。ビータスパネルなら出し入れしやすくて使いやすい、つまり片付けが簡単。無駄なし。クローゼットの収納スペース、こんなことになっていませんか？そこで、えい、ビータスパネルならトップス、ボトムス、コート類を分けて収納できるから管理しやすくて取り出しやすい。さらに変わる。パーツを追加できるからライフステージの変化にも対応。前後使いで無駄なくたくさん収納。押し入れの収納スペースもこんなことになっていませんか？そこで、えい、ビータスパネルなら布団収納用の棚の位置を低くできるから出し入れが楽に。布団以外のものを中仕切りで分けられるから管理が楽に。さらに変わる。デスクとして有効活用できる辞書やアルバムなどの重いものも。物入れの収納スペースもこんなことになっていませんか？そこで、えい、ビータスパネルなら棚を L 字型に取り付けられるから見やすくて取り出しやすい。さらに手前に背の高いものも収納できる。フックが付けられるからかけてすっきり収納できる。そんなビータスパネルであなたも暮らしを変えてみませんか？